はい、こんばんは。ガレージ友吉です。今はね、スカイラインの R32 GTR の、朝からね、紙ヤスリで、400番から、2000番まで削ってまして、磨き出して、で、明日雨が降ってなかったりとか風が強くなかったら、サフェーサーを吹いて、でちょっと乾いたら、このね、先にこのサフェーサーを拭きます。はい、で、乾いたらこのサフェーサーですけど、ガイアのね、ガンメタ、31のセドリックに塗ってる、エアブラシで拭いてた色ですね、のガンメタをこの、GTR にも拭きたいと思います。はい、で、まあバックミラーとか、後ろのね、スポイラー羽ですねはつけました。はい、で、あとは内装なんですけど、まあ バケットシートと、ね、サイドブレーキ、ね、ミッションですね、はい、はつけました。で、あとエンジンの中なんですけど、これラジエーターですね。ラジエーターと、で、エアクリ、はい、このエアクリですね。で、バッテリーとつけてます。はい、まあこんな感じですね。はい、で、こんな感じにつけました。はい、で、あとはね、ダッシュボードなんですけど、このね、メーターのとこのデカールを貼らなくちゃハンドルもつけれないんで、一旦そのまま置いてます。はい、まあこれもね、下塗り、サフェーサー拭きます。はい、これらもみんなサフェーサー拭きます。はい、で、まあ、デカールなんですけど、まあ、GTR のナンバープレートのあれですね、で普通の番号のとこと、で、メーターのやつですね。はい、まああとは、GTR のとかスカイラインの、マーク入ったデカールですね。はい、で、さっきね、ちょっとつけてたんですけど、エンジンですね。はい、これは RB26 のやつですね。まあとりあえずね、これサフェを拭いて、で、乾いたら、これはガンメタじゃなくて筆塗りで、シルバーとか
まあここら赤色か、まあ、黒色かのあれでします。はい、色でしますね。でまあここらも、シルバーとかで塗って、で足回りっていうか、まあこんなんもね一応シルバーで拭きたいと思います。はい、でまだね部品つけてないのもありますけど、純正のホイールがこんな感じです。これもうサフェーサー拭いてから、ホワイトのサフェーサー拭いてからガイアのガメタのサフェーサーをエアブラシで拭きたいと思います。はい、このホイールもねガンメタにしますので、そっちの方がねR32 の GTR とかに似合うと思うんで、はい、まだね足回りとかそういうのが残ってますけど、まあ一回ね、こういう形で作ってるっていうのがありますんで、まあマフラーもねこれはまあサフェを拭いてからシルバーに塗るかですね、フラットアルミかなんかで、メッキが見えるような感じにしたいかなと考えてます。はい、まあそういうとこなんで、ちょっとね、ボンネットのこのクリアのやつをちょっと今も考えてるんですけど、まあ一回ね表面を、表面とかこのねまあ縁ですねをマスキングテープでまあ貼って、でこの裏面をサフェーで拭いて、でまたガンメタをのサフェーを拭いて、で乾いたらこっちのマスキングを外して、表面のやつを外して、で裏面にマスキングテープを貼って、でサフェー拭いて、でガンメタのサフェーを拭いてっていうようなやり方にしようかなと考えてますし、ちょっと今のとこ試案中です。はい、まあちょっとね、エンジンもできてきましたし、でまたね、足回りとかそういうのをつけていきたいなと考えてます。まあサフェーサー吹いて、でね、いけるとこは全部部品つけていきます。で、あとはね、細かいとこは筆塗りでちょこちょことね、色分けしていきたいなと思います。はい、それでは今日はこの辺りで R32 の GTR を作ってるよっていう動画でした。はい、それでは、明日天気が良くて風も吹いてなかったら外でエアブラシを、サフェとエアブラシをしていきたいと思いますんで、そちらの動画も見てください。それでは今日はこの辺りで
終わらせてもらいます。はい、ガレージ友吉でした。お疲れ様でした。バイバーイ。